帰る？ Hey. そう、アメリカに帰る前に日本でどこか行きたいところある？ I would love to see cherry blossoms before I go home. Like this. ああ、桜？桜は英語で cherry blossoms って言うんだね。Yeah, that's right. Yeah. 桜は日本人にとっては特別なお花で、桜にちなんだお菓子とか飲み物とかがあるんだけど、でこれが桜餅。Okay. こっちが桜ラテ、桜味の飲み物。よかったら試してみて。Try them. All right, I'd love to try. These are pretty good. ああ、よかった。Yeah, these are cute. そう、こういう、こう桜は特別だから、みんなこういうモチーフで飾ったりするんだけど、こういうのを持って、こう実際のお花を見ながらみんなでパーティーをする花見っていうのがあるから、ぜひルー君もみんなと一緒に行こうね。I'd love to. Yeah. 日本では多くの人がピアノを習ってなくても弾ける猫踏んじゃったですが、アメリカでは猫踏んじゃったをチョップスティックスという音楽で弾きます。それはお箸みたいに2本指で弾くところから来ているそうです。ではルーク、お願いします。